今日から白戸屋を正式にチームに迎えることになった。こんな奴をチームにってふざけてんのかよ。おい敦也、大体あんた社長だろ。サッカーをろくに知らない奴が監督なんてするからこんなバカなことになるんだよ。これまですごいストライカーたちのシュートを受けてきて思った。私もあんな選手たちと渡り合えるようなキーパーになりたいって。取られたら取り返す。アイモンとハクレンの一戦は壮絶な打ち合いの様相を呈してきた。ディフェンスを一枚削ってフォワードを入れてきたか。超攻撃的な布陣ですね。大歓声に迎え入れられる白戸屋前。プロフィールによると彼女はハクレンのスポンサー白うさぎ本舗の社長令嬢ということです。うわ、ワクワクが止まらんわ。ほな人暴れと行くやって。我らが姫様のお出ましかよ。ここから大変になりそうだね。僕たちもライモンも。入部テストであいつを見たとき衝撃が走った。何ですかこれは。何しろさっき初めてボールを蹴ったもんやからに。な、もういい。得意なことがあれば教えてくれ。それなら見ててな。ああ。嘘だろ。パス、パス、パス、パス。姫のリクエストとあらば。早速使ってきたか。来た。ん？お？ちゃん、やってもうた。緊張してるんですかね。見たところ大したことのない選手のようだ。ギリギリ追いついたわ。今のに追いつくって。とんでもないスピードでゴッシュ。こっちだ。ゴール前固めろ。もらったで。てりゃー。あ、え、あちゃ、やってもうたパート2や。今のは俺にパスだろ。いや、サッカーちゅうのは難しいやっぺ。あいつが引っかき回すことでこの試合は面白くなる。よろしいお願いやんな。あ、うちのことは気軽に姫って呼んでな。うん。なんならプリンセスナエでもええよ。面白くなるはずだ。絶対目指そう。まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへそう。てっぺんさ。てっぺんしか見えない。生きてるだけで勝てるやってくる勝負どころ二つに一つ選べてついに来ちまった。焦ることはない。運命は決まってたんだ。どうする、やるかやめるか。やめちまうか。いやーやるだろ。間違うことを恐れるな。諦めることを怖がろう。心配ないさ、信じ合えるチームだろう。全員で進むぜ。俺たちは間違えない。出会った時から重ねた時間、決して無駄にはしない。目指そう。まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへそう。てっぺんさ。てっぺんしか見えないさ。ダッシュするぜ。猛烈ダッシュ。猛烈猛烈ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュダッシュ。激ダッシュ。激烈激烈激ダッシュ。爆裂雪姫大作戦。自分で蹴って自分で追いつく。これぞまさに一人スルーパスだ。頑張れ。怖いな。
ったく、相変わらずデタラメすぎるぜ。ハクレンにあんな戦士がいたなんて。白戸屋苗、白戸屋苗。ありました、 100m 走の小学生記録を更新。すごいアスリートじゃないですか。そんな選手がなんでサッカーに。お嬢様の気まぐれか、はたまた何か大きな理由があったのか。一つだけわかるのは、彼女が心の底からサッカーを楽しんでいることです。やっぱりみんなでワイワイプレイするのは楽しいな。陸上で記録を伸ばすことに達成感はあった。でもあの頃のうちは一人でいるのに飽き飽きしてたんや。そんな時やった。ワイワイ楽しそうにサッカーしとるみんなを見かけたのは。いいパス回しだったぞ。あと1点取ってこう。うちも混ざりたい。そう思ったらみんなとサッカーやりたいちゅう気持ちは止まらへんかった。スピードを生かしたプレイなら誰にも負けへんよ。白ウサギダッシュ！うずまきさん！ハト！ゴール！決めたのはこれがデビュー戦となる白戸屋前だ！初得点や！ぴょんぴょんぴょん！私だって負けていられない。ハクレンにはプリンスだけでなくプリンセスもいるようですね。さて、うちのプリンセスはどこまで頑張ってくれますかね。うちのプリンセス？あ、ノリカさんのことですか。プリンセス対プリンセス、さしずめプリンプリン対決といったところでしょうかね。一点負けてるんですよ。プリンプリン真面目にやってください。あ、ここにも女帝がいましたか。ダメだ、追いつけない。調子や、乗ってきたわ。調子に乗んなよ、ド素人が。狙い通りかい。ああ、敦也は能力こそ高いが、お前しか信用せず、独りよがりなプレイが目立った。これまでならその能力だけで勝ち上がることができたが、全国を勝ち進むには敦也にも味方をサポートするプレーが求められる。そうだ、そのために必要だったのが敦也すらも引っ張り回すほどの勢いのある白戸屋のような選手だったんだ。兄貴。なあなあ、うちも混ぜて。ちょ、どうすんだよ兄貴。僕たちが姫の動きに合わせるしかないよね。お？おいおいおい、マジであれをやるつもりかよ。まあやってみようよ、アツヤ。行くぞみんな。よっしゃよしゃ。なんだあの一糸乱れぬ動きは。まるで全員が一つの意志のもとに動いているみたいだ。来る、今度こそ止めてみせる。行くで。行くぞ兄貴。ああ、うちらの必殺技。はっ、はあ、とんだジャジャーマだぜ。次は何を見せてくれるんだろうね。2点差か。まずは1点返そう。はい。何やってるの私。またみんなの足を引っ張って。稲妻入れる。
どうや、うちらの連携は完璧やって。動きが揃いすぎている。完璧な連携だね。まさかあんな方法でチームを指揮するとは。あんな方法？果たしてライモンに見破れるかな。ああ、これ以上点差をつけられたらまずいですよ。おお、ハクレンの連携の良さは異常ですね。まるで完璧に指揮されているオーケストラのようです。え、誰かが指揮を取っているっていうことですか。誰？まあ、指揮を取るのは何も選手とは限らないかもですね。どうしたでごす、ハンちゃん。そうか、わかったぞ。ハクレンの連携のからくりが。本当でごすか、ハンちゃん。どういうことだ。観客席を見て。あのウサ耳の集団がどっちに進むかサインを出しているんだ。そうか、あの応援団は全方位に配置されている。つまりどの方向を向いてもその指示に瞬時に応えられるというわけか。でもだったら全体に指示を出しているのは誰なんだ。あの人だ。おブロックサインでごす。だがからくりが分かったところでサインを見破ることができなければ。暗号の解読なら忍びの出番だ。忍法千里眼の術。本当に忍法使えるの。その格好ただの趣味だと思ってたぞ。通信講座で忍者検定の1級をクリアしたし、忍者に関する本も読みまくった。え、忍法忍忍忍忍忍白からの弾。いや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 、それはただの忍者マニアだろ。次、さらに左に来るぞ。ああ。当たった。よし。さすがハンちゃん、お見事でござ。っていうか、今のは忍法じゃないよね。させないよ。おっと、ここでクールプリンス対決。雪原のプリンス、吹雪四郎と氷の美少、日浦キリナが相まみえる。アスト氷の矢。やるね、君。決めてライモンが1点差に詰め寄る。今度は右だ。なんで。どうやらカラクリがバレてしまったみたいだね。カラクリ、何のこと。はあ、知らなかったのかお前。ウサ耳大作戦。お父ちゃん、忍法千里眼の術もマスターできたし、今ならあの技も出せるかも。動きが読めない。ライモンついに追いついた。トリッキーなシュートを決めたのは忍者ハクトリハンタ。ただいま参上。ハンちゃんノリノリでごしゃ。なんかハクトリが本当の忍者に見えてきたぞ。僕も。お父ちゃん、どういうこと。なんやの、ウサ耳大作戦って。うちだけ仲間外れなんて納得できんわ。しかしお前には周りを気にせずのびのびやってほしかったんだ。しかしもかかしもあらへん。うちかてチームの一員やっぺ。生意気言ってんじゃねえ。あつ
ますよ。そこまで言うならここからお前の本当の力を証明してみせろ。残り時間は1分。おそらく次がラストプレイだ。姫、連携からのトリプルブリザードで決めるよ。でもサインはもう見破られて。お前はこれまで通り好き勝手やればいい。俺たちを舐めるな。サインなしでもお前の動きにくらい合わせてやるよ。みんな分かった。みんなで力を合わせて決勝点を奪い取ろうな。行くぞ。そうだ敦也、お前が成長することでこのチームのレベルは一段上がる。服部、次はどっちに来る？わからない。もうサインは出てないんだ。えってことはサインなしの連携プレイってこと？ビッグデじゃ止められない。特訓した新しい必殺技、今出さないでいつ出すの？私は負けない。飲まれてしまうのよ。波とは喧嘩するんじゃなくて友達になるの。波と友達に？波よ、私に力を貸して。まだ未完成だけどこの技にかけるしかない。ノリカさん！ノリカ！ノリカ！マーベイドベイ！落ち込んでる暇なんてねえぞ。そうだ、チャンスはまだある。しよう。最後に決めるのがエースストライカーだ。ってことはうちやんな。ちげえよ。エースの後ろシュートを決めたる。エースは俺だ。あいつらまた。いい競争相手ができて、これからきっと成長してくれるよ。これで決めろ敦也。しまった。最後まで全力で走り切るんだ。稲森アスト。必殺馬殺し。暇だ、行くぞ小僧丸。ドライブ！何だと！ここで試合終了！歴史的なゴールを決めたのは稲森と小僧丸！3回戦に進出したのはライモンだ！素晴らしいチームワークだ。負けたのは悔しいが、元ライモンイレブンとしては誇りに思うぞ。はい、ありがとうございます。なるほど、確かに軌道の言った通りのやつだな。白戸屋をよくサポートしてくれたな。ああいうプレーを続けていればお前はさらに上に行ける。あ、俺はもともと上に行ける男ですが。姫のおかげで敦也もちょっと丸くなったかもな。監督、ん？僕にサッカーも知らないなんて言って悪かったな。ん？監督はフィールドにいる全選手の動きを把握した上で、姫がどちらに動くか予測してサインを出していました。そんなことができるのは監督がサッカーを知り尽くしているから。これからもよろしく頼むぜ。
来年こそ日本一を勝ち取るやっべ。最後のあの技すごかったやんな。シュートがすごかったから無我夢中で出せたんだよ。これからも女の子同士頑張ろうね。うちももっと練習せんと。来年は絶対負けんよ。あんたのことも応援しとるやって。同じ女の子選手として。俺は男だ。あの野郎。俺はあいつのような奴をもう一人知っている。その存在に俺自身も変えられ、そして救われたんだ。ハイザキ、お前も変わろうとしている。くだらねえ。誰があんな奴に。恋する恋する乙女よ、あいつをずっと待つ身よ。悲しい悲しい雨模様、このまま流れ消えちゃうよ。素直な子になれない、会いたいと伝えられない。あたねあたね純情感、私は恋する乙女よ。本当の私は弱いよ、だけれど口から出ちゃうよ。憎まれ口が出ちゃうのよ。かわいい性格、うらやましい。甘えたりおねだりしたり、あできない変なジョブガール。仲のいい変ジョブガール。私は恋する乙女、私は弱いよ、だけれど口から出ちゃうよ。憎まれ口が出ちゃうのよ。立ちはだかる新鋭衛星学園。彼らが叶えた夢はこのフィールドにあった。次回、稲妻イレブンアレスの天秤、お日様園の夢。稲妻イレブン今日の格言。最後に決めるのがエースストライカーだ。以上。